はい、スタートです。無事に届いてるでしょうか。おはようございます。こんにちはです。はい、はい、今もう11時12時15分です。はい、皆さんはお待たせしました。今日お昼休み、はい、はい、お掃除でしょうか。何を食べてますか。そうですね、あ、チャットありがとうございます。 F さんこんにちは。今日は新たな試みで、はい、はい、試みで、今世田谷区、東京都世田谷区、奥沢、こんなおしゃれなお店で、奥沢の駅、あの駅はこっち、あそこの今車行ったところのすぐ先が赤い車の先です。奥沢、はい、駅の真ん前ですね。真ん前のお店の名前は、はい、ポンチジプロレスタ、ポンチジプロレスタさんに、はい、プロレスじゃないです。ポンチジプロレスタ、はい、はい、はい、こんな可愛らしい、すごい素敵なお店、はい、メニューもたくさん、はい、こんな、あ、これテイクアウトメニューもね、こんなすごいすごいお料理の数もね、でこだわりのね、すごい、なんかほら素材も めっちゃ良さそうな感じ、かわいい、超かわいいお店、工藤さんにぴったりな超かわいいお店で、このヤンキーなジャンパーを着た工藤さんが、酵素玄米、あ、ご飯は酵素玄米で、超こだわりですよね。なぜこんなおしゃれな工藤さんにぴったりなところにいるのかというと、はい、2021年スタイル、はい、令和3年ですか、はい、3月20日、はい、来たる3月20日、2週間後ぐらい、2週間後ぐらい、はい、はい、車両つなお店、はい、はい、還暦で、おじいちゃん、おじいちゃん、まさしく、あ、まさしく、あ、そっか、誕生日ドンピシャでやるっていう、はい、そこでですね、ちょっと、本当はドバンとね、やりたかったんですけど、うん、カンパチ通り沿いじゃないですね、違いますね。奥沢って 何線だっけ、奥沢、ね、奥沢駅は、うん、東横線、あれ、あ、目黒線だ、目黒線の、ね、奥沢駅前です、本当に、はい、はい、いろいろあって、ちょっとそれは延期しましたね、土管は延期、あ、黒子の土管ね、そうだった、はい、ここで素敵なレストランで皆さんと楽しい時間を過ごしたいなと思いまして、ね、美味しいものと、美味しい、ね、本当に美味しいものだらけですよね、はい、そう、実は私、はい、配信係なんでギター1曲弾かさせていただくんですけど、あの配信係で、このカメラちゃんと iPhone であの撮れるかなとか、予約配信ちゃんとできるかなとか、ちょっと不安だったんで今日あの来ました。ね、こんなもうね、インテリアがね、全部こうセンスが、ね、そう、手作りで、す、超かわいい、ほらめっちゃかわいい、私も見習わなきゃって感じ、このほら床もレンガ敷き詰め、でこの感動したのはね、すごいアイデア、そう、これ壁がさ、黒板にしてあるわけで、絵をこうか、その時の気分で多分書き換えることができる、チョークの絵なので、めちゃかわいいよ、んね、かわいいよね、クーさんね、ね、今我々が頼んだのはストーブ、北海道っぽい今日結構ね、あったかいですね、あ、それで、あ、今頼んだのは、これは知恵のね、今日の私たちのランチ、ね、三元豚の一口とんかつ、はい、味噌ごまソース、はい、
です。はい。はい、これが、はい。めっちゃ美味しそう。そしてもう一つがシラスのペペロンチーノ。シラスペペロンチーノ、はい、サラダ付きランチ。ドリンクもついてますよ。これは今我々が食べるやつ。はい。パーティーライブの時に。皆さん、パーティーライブの時に。それがこちらになります。はい。スペシャル、スペシャルワンプレート。めっちゃスペシャル。すごい、ほら。キーマカレーですね、これが。キーマカレー、はい、美味しさ。かわいいね、すごいね、こだわりのワンプレートがついて、はい、黒さんのライブは15名限定で、はい、はい、お申し込みは黒さんの Facebook でもどこでも我々に連絡がつくところであればどこでも的なそういう機会で、最終的には、いくえさん、美味しそうってね、いくえさんも、いくえさん来てくれる、これが食べられます。はいはい、あと、ステージはこんな感じで、ピアノもあり、はい、工藤さんここでやるんですね。はい、工藤さん弾き語りですか？ドラムセット。タンバリン。で、鹿、すごい。これ綺麗。木彫り。超超素敵すぎるトイレ。トイレのこの。いや、何もかもなんかアートがすごすぎアートディレクターのあの自己紹介を、はい、奥さんに森を作りまして奥さんに森をコンセプトで、はい、私の名前が緑なので森を作りまして、ええ、園内で、ええ、見ながら森めっちゃ感じます。はい、ありがとうございます。ねえ、みどりさん素敵、動物がいたりね、ねえ、四季折々のなんかお花があって木をコンセプトにして、ねえ、はい、自然を感じながら店内に木もいただきたいと思う。本当素敵。みどりさんはアートディレクターいろいろやられてるんですか？万華鏡、あ、作家さん、はい、夫さん、はい、もしかして私あのその万華鏡を手にしたことがあるかも。なんか万華鏡作家さんの万華鏡を、はい、持ったことがあるので、もしかしてご主人だと。素晴らしい。知らない世界なのでね。じゃあ今度ぜひあの私の YouTube チャンネルで好きを仕事にしたっていうコーナーがあるんです。ぜひあのトークに来てくださいませ、はい、ぜひご紹介させてください。ありがとうございます。あと、あ、もう一人のオーナーさんは、あ、忙しいですね。いらっしゃいませ。予約をしてあると思うんです。福田さんっていう方から、はい、ということで終わりますかね。じゃあ今日はこの辺で、この辺で、みんな映ってますかね。こんなね、はい、早いのに、あと、そう、ちょっとランチタイムで混んできちゃいそうなので、ではあとはあの今日の夜遅延する、また今日の夜にまたお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。では、はい、工藤さんいただいてください。では失礼します。じゃあ3月20日よろしくお願いします。はい、ライブテスト配信でございました。失礼いたします。